今回は1952年に公開された乾杯東京娘を見ます。質屋で歌手で女医で美人で勝ち気のお嬢さんが青年医師に恋をした。しかし青年が住む下宿の娘で泣き虫の美人もその青年に恋をしているといったお話のようです。三木子を宮城野由美子が演じています。宮城野由美子、宝塚歌劇団100周年記念で設立された宝塚歌劇の殿堂の100人に殿堂入りしたんだよ。おお、そうなんだ。今回歌手の役も演じているみたいだから歌声が聞けるかもしれないね。そうだね。それでは一緒に見ていきましょう。頼むよ。まあ800円っていうところでしょ。冗談じゃないぜ。まだ1年切るか切れないかって新品だぜ。頼む、1000円は出してくれよ。まあ、じゃあ1000円お付けしましょう。はい、次は村瀬さんです。あちらもんの一級品だ。1万円欲しいんだ。おお、これは何ですか。ラジオだよ。おお、なるほど。ああ大臣、早くしてくれよ。困りましたな。わしにはこのラジオがわからんのですが、今娘が来ますから。急ぐんだ。そんに君、娘さんに来られちゃまずいんだよ。7000円でもいいんだ。ねえ、私もちょっと急ぐんだけど、このワンピース見てちょうだい。なんだ君、途中から割り込んで。長いし、頼む。ねえ、2000円でいいから出してくよ。君、僕が先客だってのわかんないのか。だってさ、みっこさんに来られて踏み倒されてしまうんですよ。何したって同じ心境だよ。あの娘に来る。あ、いきね。あ、お父さんもすいません。この背広。はい。あ、1000円なの、はい、?700 円にしてちょうだい。700円。これ村下、携帯ラジオのブルモンね。大勉強で3000円。はい、3000円はひでえな。そうね。300円でよかったら。え ?300 円お願いします。
お熱はほとんどございません。あルモール。はえ ?B2 です。はい。痛いなぁ。痛いますか？リバノール。はい。行き直りますよ。はい。ああ。お時間でございます。あ、先ほど岡田先生からのお電話で、後ほどご依頼の大臣の先生を差し向けるとのことでした。あ、ストップ。ありがとうございました。本当にお忙しい中ありがとうございました。さて皆様、ただいまお歌いになりましたのは、新人歌手のホープとして今や話題の中心である宇賀幹子さんというよりも、若く美しいドクターとして皆様先刻ご承知の宇賀幹子先生でございました。歌手としてお医者様として、そしてまた家業の方も受け身回しになる本当にお忙しいお体で、今日全国の皆様のためにマイクを通じ、そのユニークな歌声をお送りくださるのでございます。ではここでもう一曲お願いして、宇賀幹子さんお得意の山小屋の灯火。ちょっとお待ちくださいまし。ただいま宇賀先生の姿もお見えになりません。ひょっとするとお帰りになったのかもしれません。何しろ先生は非常にお忙しいお体ですから。誠に恐れ入ります。もう少々お待ち願います。ただいますぐすぐ探してきますから。しゅうちゃん、マスクしてらっしゃい。嫌よ。喧嘩しないでね。はい。お帰りなさいませ。先ほどから大臣の先生もお待ちになっておりますけど。あ、そう。失礼します。はじめまして。先生ですか？今でございます。岡田先生からのお電話でお待ちしておりました。ほほー、意外ですな。岡田君をご存知ですか？私、岡田先生の教え子です。ほほ、それはそれは。あなたが柔道をおやりになるとは痛快ですな。は？二段。
それとも三段ですか？大臣の先生はあちらの方でございます。お、君君。これなんだかわかるかい？サプロフィーテン。いや、このカナリアの糞ですよ。君君。先生はまだお帰りじゃないんですか？こちらが院長先生です。え？どうも失礼しました。僕、大臣としてお願いした篠原正也って言います。これ、岡田先生から。大臣としての条件は？その手紙に書いてあるそうです。じゃあ明日から来てちょうだい。ああ明日からいらっしゃいって言ってんの。それにつきちょっとお願いがあるんです。早速ですが少々前借りをお願いしたいんです。明日からの出勤の支度もありますし。そんなこと薬局の持ち主さんに言ってくださいな。ああどうぞ。ああ、ミクロ、顕微鏡、消毒してくださらない？はい。薄めず背広上下か、やっぱりそうだな。これ、わからんか？ええ、ございませんが。ミクロ、これちょっと探しておく。お出しになりたいと言っておられる。あ、これ？あることはありますが、もう、流出期限が来ています。あったら頼むよ、ねえ、おばさん。なんだ、院長さんですか。背広そこにございます。ん？あ、そうか。元にとも4200円いただきます。利子は4ヶ月分になってますから。おかしいなぁ。3ヶ月分じゃなかったかな。僕は家に来なかったが、頼んだのは確か三月前だったが。今日で3ヶ月と3日目です。3日一月に数えることになってます。しかしお前2日や3日違ったっていいじゃないか。組合の協定を真似るわけには参りません。あ、そうですか。下宿代。あら、そんなものいいんですよ。就職すればいろいろ買わなきゃならないものがあるんだから。たまには取っといてもらわなきゃ。おばさんには学生時代からいろいろ厄介になったし、親のように可愛がっていただいて。そりゃそうよ。私あんたせがれだと思ってんだから。じゃあ僕はせがれじゃないのかい？お前は本当のせがれだよ。じゃあ篠原さんは嘘のせがれかい？うるさいね。はは、わかった。篠原さんはとしこ姉ちゃんの婿だろ。バカ、私がいくら厚かましくたって、そんな大それた望みは持ちませんよ。どうだかね。うるさい、おだまり。それにまあ出ると喧嘩ばっかりしてきて。またどこで喧嘩してきたんだ。喧嘩したのか、その包帯。うん、宇賀病院の承知と真昼の決闘やったんだ。生意気なんだぜ、あの野郎。あれ、宇賀病院ったら篠原さんが就職した。まあそうです。まあそうですじゃありませんよ。本当にこの子ったら。今度からそんなことすると聞かないよ。とし子さん遅いですね。またやんようでしょ。道草食うような子じゃないから。そうですね。ねえ、篠原さん。とし子に誰かいい人いないかしら。いくらでもありますよ。僕の友達の間でもなかなか評判がいいですよ。どうだか、泣き虫だから。うん。トシコさんのことを熊谷のやつ、裏町のエリザベス・テイラーだなんて言ってましたよ。私は熊谷さんでつかないね。トシコかい？ただいま。あら、ナフタリン臭いわね。まだ匂うかい？困っちゃうね。トシコさん、また営業かい？ええ。これ、トシコ、そんなとこ置くんじゃない。罰が当たるよ。そんなこと迷信よ。としこさん、
僕、やっと就職口見つかった。あら、ほんと？大臣だけど、まあ僕みたいな若造には適当です。よかったね。おめでとう。あ、そうそう。じゃあ、これがお祝いの贈り物になりそうね。でも、篠原さんに似合うかしら。おい、僕のセーターいつあるんだい？あんたなんかいつだっていいじゃないの。ひっ、篠原さんにうるせえわよ。大丈夫。バカ。これってなんかいないわよ。とかね、とか言っちゃって。この子ったら、すごいのね。何？何よ、タコ。この野郎！お母さん！いや、まあ。大丈夫、いかおいで。大丈夫。よはやないか。大丈夫。いい加減にしないか。お風呂でも行っといで。大丈夫だ。トシコ、あんたも女らしくしなきゃダメですよ。のど自慢ばっかり出てないで。ね、お母さん。篠原さん、どこの病院決まったの？うん、いい塩梅に近所でね。うん、とにかくお前、ご飯食べてしまうよ。うん、ほら、二三丁先行ったとこに、宇賀病院ってお医者さんがあるだろ。あら、あそこ？あそこなら私も知ってるわ。質屋もやってる女医さんで。時々ラジオにも出るじゃないの。へぇ。とっても綺麗で素敵な方。お若いの？うん、まだお嬢さんみたいだわ。へぇ。なんとかいう女優さんに似てんの。へぇ、お母さん、この鮭とっても辛いのね。へぇ。ネクタイ他になかったの？ヨレヨレね。これ一本しかないんだ。大丈夫、モナ二人臭くない。お、じゃあ。いってらっしゃい、しっかりね。坊や、おとなしくするのよ。ベビー、たくない。篠原さん、なるべく無痛療法なすってね。お、え、お熱は？あ、7度、1、2分ぐらい。あの、また、森専務さんがお見えになりました。もう診察の必要は認めないからっておっしゃって。あの、専務さんはもうご診察の必要がないそうでございます。いやいや、前の腸肩の方はもう治ったの。今度はね、この胸の辺がもやもやっと。配信人の兆候がね。でも昨日ご診察したばかりで急にそんなご病気。ただそこよ。どうもそんなことはおかしいから、とにかく先生に見ていただこうと思ってね。こんなちゃん。まあ、しばらく。しばらくねえ。見つけた。今日こそ逃がさない。私断然本願よ、ドンパン。いやいや、おなごらしい。それほどでもない。あ、勝手にお入りになったら困ります。ん？順になっておりますから。君、僕は一般の患者とは違うのよ。何？僕は大東製菓の専務取締り。美子さんのお父さんもやっぱり我が社の重役だ。すなわち重役同士の友人だ。ね？多少の優先権は認めてもらわなくちゃ。専務さん。先生が見えないね。君、先生どうしたの？僕が拝見しましょう。君、誰だ？大臣です。ダメダメ。僕の病は美子さんでなきゃ治らんね。大臣が的にはわからんよ。いや、わかります。ここでしょ？そうなんだ。何？お父様、大東製菓の重役をやめてくださらない？なぜ？また森さんが来たのよ。来たかまた。またじゃないのよ。毎日よ。何しろ社長の息子だからね。みんな持て余してるんだ。結婚申し込むなんて侮辱だわ。そういううちが花じゃわい。ごめん。来た。あ、みっこさん、あんまりよ。
あれ、あれ、痛くないんだ。好きなものばかりだろ。おわり。今日は一つ、お近づきという意味で。さあ、行きましょう。どれくらいありますかね。そこ抜けです。いくら飲んでも酔いません。おお、そりゃ若いのになかなか頼もしい。じゃあ一つこの大きいやつで行きましょう。お父様、血圧のことを忘れになりましたの。そうです、そうですとも。血圧には酒は大敵です。私の生涯の施策はあの子を産んだことです。この次はどっか肩の凝らんところでやりましょう。さあ、どうぞ。さあ。これだけね。はあ。どうもお疲れ様でございました。あのお車の用意ができましたので。では。ありがとうございました。美希子さん、ご苦労様。堂々と父におっしゃってくださらない。騙してこんなところに連れ込むの。美希子さん、卑怯だとおっしゃるの。美希子さん、いいえ、美希ちゃん、僕の現在の心境はそんな悠長なもんじゃありません。もっともっと切実よ。ああ、僕は、ああ、そうだ。あなたを失うということは僕にとって死を意味する。ああ、僕は、いっそのこと、セムさん、私には恋人なんです。え、固く将来を約束したどうにもならない恋人が。嘘だ、嘘です。純潔そのもの美子さんにそんな恋人なんかあるわけがない。赤ちゃんと、もし本当だったらどうなさる。嘘です。それは僕を欺いて。でも、もし本当だったら諦める。いや、僕も男だ。僕も一個の男子です。それが本当だったら諦めます。しかし、証拠はどこにある。さあ、証拠はどこにあります。証拠って、あ、そうだ、私8時にその方と約束があるの。失礼、ちょっと電話かけてくれ。逃げよったって逃がしませんよ。嘘、私これから選んでる。よし、僕はどこまでもついてきますよ。オーバいただいて早速やってきましたが。いいの、黙ってらっしゃい。わけは後で話すから。つまり僕に恋人の代わりをしろって言うんですね。ダメよ、後ろ向いちゃ。もっと私に寄り添って胸が高鳴り耐えられないように歩くのよ。映画俳優じゃありませんし、そんなお芝居できませんよ。だから今だけ恋人だと思うのよ。そう、優しく、もっと寄り添って。ああ、だいぶ接近してきたわ。もっと気分を出さなくて。ねえ、強く、強く抱きしめて。もう、歩くこともできなくなる。
私幸せよ。ねえ、もっと愛して。いやいや、もっと愛してよ。ダメ、平原さん。本当じゃないのよ。ごめんください。日曜の午後は休診です。ごめんください。篠原さん、今すぐに行くから、ちょっと待って。おお、出かけますのはいいですね。どうぞ。僕の下宿のとしこさんがのど自慢に出るの。僕にも来いって言いますから。どうぞ。じゃあ。鐘が鳴る、うらら鐘が鳴る。誠に残念でございました。惜しいところでございます。次の方、どうぞお願いいたします。こちらでございます。どうぞ。11番、乾杯東京娘。紙書いては涙を流す。ドレミファソラシドしてこんなに気まぐれものなの。東京娘は気ままで、東京娘はほがらか。もう昼の谷間に咲いた花なの。お茶を飲むなら二人で、映画見るならロマンスシート。この方、篠原先生の下宿のあの人じゃない？ならない私の気持ちよ。あ、そうよ、とし子さん。東京娘は浮気で、東京娘は純情。やめて、こんな。ゲルツだわ。月の光よ。ちょっとお待ちくださいませ。合格でございます。おめでとうございました。お名前をどうぞ。牧村俊子。牧村さんでいらっしゃいますね。牧村さんは先ほどから客席の方をとても気にしてらっしゃったんですが、どなたかお連れの方とでも。はあ、一人じゃなんだか怖いもんですから。はあ、お母様と、それともお父様とでも。はあ、はあ、もじもじなさっていらっしゃいますけれども、それでは恋人の方とでも。あら、そんなんじゃないわよ。
表通りで事故がありまして、何でも自動車に跳ね飛ばされて、男の人なんですが出血多量だと思われます。どなたか外科医に見せなければ。え、早速お電話したんですが石垣先生もご不在で。じゃあとにかく篠原さんを呼んできて。あ、もう一度輸血しなければ危険です。輸血。篠原先生はもう行けません。先ほども多量に取りましたし。ではここに大型で、しかも輸血する血液はありますか。もしあるとしても調べている暇がない。さあ早く。篠原さん、僕は大丈夫です。創建だから大丈夫です。でも何をグズグズしてるんだ。早くやるんだ。患者の命は今一刻を争ってる。早くしろ。早く。不潔ですよ。輸血の無理は悪かったね。そうなのよ。トシコ、今ね、乗車が来てんだよ。あら。わざわざお見舞いくださってすみません。いいえ、私ただ医者として来ただけよ。なんだ。篠原さんでもお見舞いに来てくださる方あるの？別に誰と言ってありません。かわいそうね。ただあなたぐらいのもんですよ。私の見舞いは商売よ。だから往診料もいただくわ。誰が来てくれって言いました。
とし子さん、君、熊谷知ってたろ？うん。前によく遊びに来た熊谷さん。知ってるわ。小熊みたいにコロコロした眼鏡かけた歯医者さん。うん、あいつ。あいつ、とし子さんが好きでたまらんって言ってるよ。うん、いや。裏町のエリザベス・テイラーだって。うん、嫌い。ほっぺたが舐めたいって。うん、すごいわね、熊谷さん。どう君、熊谷嫌い？好き？篠原さん。ワイフに欲しいって、としこさんを。この目玉焼き焦げちゃった。ぜひ結婚したいって。知らない。僕、本当に頼まれてんだよ。知らないったらそんなこと。いや、本当の話だよ。うん、知らない。知らないったら知らないわ。としこさん。嫌い嫌い。篠原さんだって大嫌い。篠原さんだって知らないわ。としこさん、どうしたの？香川京子、可愛かったね。うんうん、当時21歳くらいかな。のど自慢で乾杯東京娘っていう歌を歌っていたけど、有名な歌なのかしら。僕も気になってネットで調べてみたんだけど、よくわからなかったよ。そうなんだ。ちなみにのど自慢で司会者をやっていた男性は宮立てるっていう本物のアナウンサーらしいよ。おお。NHK 紅白歌合戦の司会を通算15回も務めたそうだよ。それはすごいね。他に何か感じたことはある？三田隆が演じている医者の篠原、治療中に患者さんが痛いって言ったら痛くないって強く返すの、ちょっと笑ってしまったわ。わかる。なんかコントみたいだったよね。うんうん。次回は乾杯東京娘後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。